情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録をよろしくお願いします。ガス黒光内閣ね、無事発信したかと思いきやですね、予想通りですね、この人が余計なことを言い始めたと。どういう意図があるのかね、微妙ですけれども、朝日新聞ね、こんな記事が出ています。二階氏、日中関係誰が考えても春、習近平訪日に期待感ということで、なんでお前こんなこと言ってんのみたいな話です。なんとですね、二階さんはですね、石破派のパーティーに出たらしいです。9月17日、そこで延期されている習近平の国家主席の国賓訪問について、チャイナとは長い冬の時代もあったが、今や誰が考えても春、訪問を穏やかな雰囲気の中で実現することを心から願っていると述べたと。願っていると述べたんですよね。コロナでね、今回永久に延期と、一定の調整もしていないということで、菅さんがどう対応するのかということでね、言われてるんですが、二階さんはね、こんなことも言ってます。訪日の際には新たな日中関係を定義する第五の政治文書が必ず結ばれるはずだったと指摘と。世界の平和と繁栄を日本と中国が中心となって共に成し遂げる、いわば競争という意思を固めることになっていたと明らかにしたということなんですが、あのですね、二階さん、人権とかね、ない国ですよ。それから党独裁国家ですよね。そういう自由とか人権とかですね、民主主義といったですね、基本的な価値観を共有しない仲間同士で集まるとどうなるかというと、いつもね、二階さん国会でご覧になっている野党の皆さん、野党共闘といってですね、選挙のために互助会的に集まりますけれども、もう政治理念からね、経済政策から国家間、国防政策、外交安全保障政策に至るまでバラッバラでしょ。こいつら集まってどうなってます？離合集散を繰り返してますよね。全然まとまんないですよね。国家間においても同じだと思うんですよね。自由とか人権とか民主主義、こういったですね、我々にとってはもうごくごく当たり前のね、こういう価値観を共有できない人となぜ仲良くできるのかと。さらに言うとですね、二階さんね、これ忘れちゃいけないんですけど、今リアルタイムで戦前のドイツのような恐ろしい人権弾圧をしてますよ。ナチスドイツのようなね、強制収容所ですよ。さしたる刑事罰にも問われてない人が国家に対して反逆的な思想を持ってるというね、疑いをかけて、それが思い込みかもしれないようなとんでもない疑いをかけて、300万人ものですね、ウイグル人の人を強制収容所に閉じ込めて、臓器を取ったりとかね、強制不妊手術とか、もうひどいことしてますよね。これ欧米のメディアが明かしてますけど。で、アメリカはそういう人権弾圧を支援する企業にはもう一切アメリカで商売させないということで制裁決議もやってますし、それに加担しているですね、共産党の幹部のですね、資産凍結といったですね、もうほとんど戦時体制に近いような厳しい制裁をしているわけですよ。我が同盟国のアメリカが。そのアメリカを差し置いてですよ、平和と繁栄を日本と中国が中心になって共に成し遂げるなんてできるわけねえじゃん。おめえ何言ってんだよって話ですよ。自民党の中にこういうことを言う人がいると本当恐ろしいなと。じゃあ好意的に解釈してですね、二階さん特有のアドバルーンでね、いやー俺は一生懸命やったんだけどさ、やっぱちょっと日本は民主主義でさ、世論もうるせえし、やっぱ無理だったわ、ごめんなっつって返すためのね、やったフリーだったら別にいいんですよ。石破派のパーティーでね、心から願っているって言っただけなんでね。ただこれ本気でこの運動を二階さんが始めるんだとしたら、これはもうチャイナのソークって言われても文句言えなくなっちゃいますよ。もちろんですね、二階さんがどういう人かというのはですね、詳しくは八重洲イブニングラボの方に書いたんで、大体まあ何の意図でこんなこと言ってるかってのはわかるんですけど、ただね、そのここで言ってること、世界の繁栄を日本と中国が中心になって共に成し遂げるってことはないです。その前に、チャイナにおいてはですね、民主化、それから人権弾圧の即時停止、それから第二次大戦が終わった後のね、国境線を尊重する、侵略的な意図をやめる、侵略的な意図も行動ももう全てやめて放棄すること、さらに言うと、超限禁止してもらわないと。これがあるからね、油断も隙もありゃしないんですよ。君らとね、まともに商売できないんだわ。だって民間だっつって来たやつが実はスパイでしたみたいな、そんなバックグラウンドチェックいちいちやってらんないから、コストかかって、そんなコストかけてんだったらもう付き合わない方がマシってことになるわけでしょ。まずは超限戦放棄ですよ。で、こういったことをですね、二階さん仲いいんだったら習近平に言ってください。で、あいつら口で約束しますけど行動は全然違いますからね。アメリカとだって、オバマ大統領に約束したでしょ、昔。南シナ海の軍事化はしないって約束して、で、今、あそこの埋め立て地に、ね、何を置いてるかって、対空ミサイルとレーダー置いてるわけだろ。嘘つくんだよ。口で言ってることとやってることが全然違うっていうのが、いわゆる左翼の特徴ですから。で、それ嘘ついても、何とも思わないんです。騙される奴が悪いぐらいの話ですよね。孫子の兵法ですよ。その肝は何かといえば、兵は軌道なりと。兵は軌道なりの意味わかりますか？騙される奴が悪いんだってことです。二階さんが騙されてるとは思いませんが、騙されるよりは騙してくださいとは思いますけど、これはね、どういう意図で言ってるのがね、非常に問題のある発言だと思います。で、断るごとにね、二階さんがこれを言い続けるんであればね、これちょっと幹事長というポストね、
微妙ですよ。息子に地盤を世襲したいんだろ。この間も林芳正さんがしょうもないリークを自分で流して自分で否定するというね、やる気満々のことやって、東大ハーバードも出てそんなせこいことやってんだったら政策でちゃんと勝負しろとね、私は生意気にも進言させていただきましたけど、二階さんあなたもさ、立派な政治家だったらさ、本当に日中友好を考えるんだったら、まずはね、本当の友達としてさ、あなた間違ってるってことをしっかり言わなきゃ。チャイナは経済成長すれば民主主義の国になるっていう思い込み、これ40年やって失敗したなということで、アメリカのパンダハガーもみんなやめたんですよ、このロジックに乗るのは。で、二階さん今どういうロジックでこういうこと言われてるのか。現状は自由、人権、民主主義といったこういうね、基本的な価値観を共有できない人たちであり、なおかつ第二次大戦というね、多大な犠牲を払って人類が手に入れた国境線は現状維持というね、国際秩序の原則も今破ろうとしている、そういう国というふうに見なされてるんですよ。そんな孤立の道を歩むチャイナと一緒になってね、もう一回言いますよ、世界の平和と繁栄を日本と中国が中心になって共に成し遂げないのか、こんなこと言ったらですね、日本も再び孤立の道を歩むことになりますよ。そんなことやっちゃダメじゃん。日露戦争の後、日本は孤立の道を歩み始め、最終的には第一次大戦以降その路線が確定していくわけですよ。で、その結果不幸にしてあの戦争が起こり、多大なる犠牲を払って我が国本当にね、全滅寸前まで追い込まれて、昭和天皇のご聖断によって救われたわけじゃないですか。この昭和天皇が忌み軸も新日本建設の詔書で言われたこと、これからは世界平和のために貢献していきたい、銃を隙役話に持ち替えて経済構成を高めるために頑張っていこうというふうにおっしゃいましたよね。そのあの昭和天皇のお言葉をどのように考えるのかと、孤立の道を歩むチャイナと共に国際平和を成し遂げる、そんなご冗談をみたいな話ですよ。わらジョークですよ。本当にマジで。マジで勘弁してほしい。そんな風に思いました。私はね、別にチャイナ嫌いだからやっつけろとか、そういうね、極端な意見には組みしません。それから、日本をね、普通の国にしなきゃいけない、軍隊を持たなきゃいけないみたいなこと言ってる人の中にあるね、気に入らない国には宣戦布告をして、叩きのめす権利。これはいわゆる国権の発動たる戦争なんですけど、こういうものやっていいとは私は全く思ってないです。これは日本国憲法にも書いてあるしさ、全世界の憲法というか、全世界の国家が第二次大戦以降、もう実践していること、プラクティスしていることです。国権の発動たる戦争というのはやっちゃダメなんです。宣戦布告をすれば何でも戦争が合法化されるっていう時代は、もう100年前に終わりました。そんな時代じゃないのね。だからこそチャイナもいきなりそういう戦争はできないわけ。できないから、戦場でない戦場、戦争でない戦争を仕掛けてきて勝とうとしてるわけですよ。それが影響力工作でありさ、サボタージュっていうね、テロ行為ね、テロ活動ね、アメリカのちょっといろんなものともつながりがなんとかとか今もう言われてね、証拠も出始めてますけれども、まあこういったものとかですね、さらにはまあスパイですよね。まあこういったものやってきてると。で、こういうね、敵対的行為をやめてもらわない限りは、あの国とは仲良くできないです。で、仮にね、じゃあいいですよ、こんな状況で習近平呼んだとしても、もう国民からものすごい反発が来るし、おそらくですね、菅政権ね、支持率を落とすだけではないかなというふうに思います。経済についてもね、今アメリカがまあ厳しい措置を出してですね、 TikTok ももうね、終わりですから、このままいけば11月までに交渉まとまらないと終わりだし、20日からもうね、ダウンロード禁止ということになりますしね。こういう状況でですね、こんな発言をされるとですね、また CSIS みたいなところに書かれちゃうよみたいなね、そんな気がしましたんで、当然これアドバルーンでね、どれぐらい自分が批判されるかとかもご覧になってるんでしょうから、国民の皆さんはね、ぜひね、二階さんにそういう誤った考えやめるようにと、少なくともチャイナの民主化が達成されて、民主的なね、自由と人権と民主主義を重んじる、そういうチャイナの人民を応援するっていうんだったらいいんですけど、チャイナ共産党に塩を送るようなこういうね、策動にはですね、二階さん加担してほしくないねと思います。二階さんが仲いいのはチャイナ共産党なんですか？チャイナの人民じゃないんですか？人民でありチャイナという国じゃないんですか？共産党と仲良くしたいんだったら話全然別になりますからね。そこ分けて考えていただければ。私はチャイナっていうところが共産党ですからね、僕が批判してるのはね。共産党が問題なんですよ。人民には罪はないんです。政治体制があんなで、あんな監視されてたら人民物言えないでしょ？だそういうチャイナにはね、やっぱ変わってほしいし、変わったら全力で応援するっていうことでいいのかなというふうに思っております。ということで今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタンを押しておいてください。最後にチャンネル登録をお願いします。ガー。